経営戦略、竹下直です。皆さんお元気ですか？そしてサルナシサミットでお会いしました山田さん、お元気ですか？はい、今回はですね、会場でお見せしたのとは少し、漢字を変えて、こちらのですねソフトで作ってみました。いかがですかね、こういう風にですね、スマホで撮ってその場で編集、そして自宅へ持って帰ってパソコンで編集ね、いろんなアレンジができるんです。これも一つは情報発信の方法なんですね。それもかかる費用というのは学んでしまえばもうほとんど0円に近いわけですから、ぜひこれを使わない手はないと思いますよ。ということでまた次回お会いしましょう。経営戦略、竹下でした。